非常に私的な視点では、タイタンフォールという FPS が出てから FPS は、このゲームのことを言うようになった気がする。FPS の作者が移動してしまったのかも。このゲームは面白い。多少問題はあった。アクションゲームとして見るとき、失望感。どれだけ訓練しても上手くなれない。なぜか、実は、アクションゲームじゃない。本当はアドベンチャーゲーム的な、知的な判断を要求されるゲームであって。そして反戦の原則。最近、だからか、アメリカ製のゲームは FPS を重視しなくなった気がする。ともかく、アドベンチャーゲームである、と見る？なら敗北は納得できる。自身の選択、情報分析が愚かだっただけでそれには道理がある。オリジナルに何かが返ってしまった感じだ。そういう物理法則的なものがあって、それに逆らうことはできない。しかし、